まさしです。はい、次の曲はですね、誰が一番ゴリゴリだったか、そんな点にも、注目していただいて聴いていただけたらなと思います。それでは次の曲聴いてください。ゴリゴリまでで夢見る少女じゃありない。お願いします。素敵な嘘に溺れたい。どうぞそれじゃ物足りない。